じゃじゃーん。今日は世界のカップヌードル、伝統の中華鍋料理、しびれるファージャオの火鍋ヌードルを食べてみたいと思います。特製ラー油っていうのがついてますね。開けて、こんな感じ。結構大きなネギが入ってます。はい、ではこれで3分待ちます。はい、じゃあ3分経ったので、重しをかけて食べてみたいと思います。せーの、じゃじゃんと、こんな感じですね。まず匂いからいってみましょう。おっって言ってますけど、中国の香りですね。ファージャオでしょう。じゃあそれにさらに特製ラー油を入れます。全部入れちゃいましょう。こっちにもなんか中国っぽい匂いがしますね。さあ、世界の中国のね、カップヌードルいただいてみましょう。かき混ぜて、いつもの謎肉も入ってますね。これは完全に中国の匂いですね。よいしょ。じゃあ、いただいてみたいと思います。ちょっとね、辛いんでね、吸い込まないように。いただきます。なんだろう、これ。昆布みたいなのも入ってますね。見えるかな、昆布みたいな。結構いい歯応えですね。謎肉もいきましょう。これは謎肉ですね。普通の謎肉。ネギも結構大きなネギも入っていて、でもやっぱりこう、食べるときに鼻にね、近づいたときに感じる中華感は、これいいですね。辛さも、今のところは、さっきラー油がかけたんで浮いてる感じがしますが、そこまで辛くないですね。ピリのしびれの感じも、そこまで強くないですから。辛いの苦手、全然苦手っていう人は食べれないかもしれないですけど、私みたいに、ちょっとぐらいだったら好きだよなっていう人には、適度な刺激で、美味しいですね。カップヌードルは、普通のやつと、私はトマトの、なんだっけ、イタリアンっぽい味のやつが、好きで、次にシーフードでも、カレーでもどっちでもいいという味覚の持ち主ですが、変わり種としては、すごくいい感じです。まだね、と、まだ食べてる途中ですけど、もう一個買ってもね、いいんじゃないかなというレベルで美味しいです。はい、麺を食べ終わりました。ただね、これでタンパク質がたったの8.5しか入ってないので、カップラーメンね、私嫌いじゃないですけど、これしか食べない、これ1個しかだけでね、食事を済ませてしまうとタンパク質が足りないので、最も簡単なタンパク質プラス法、卵を入れてね、最後は卵スープにして飲んで、ちょっとね、タンパク質を補給したいと思います。スープ全部飲むとね、塩分がどうのこうのっていうのはね、もし気にする人がいたらカップラーメンは食べない方がいいと思いますんで、じゃあね、この卵で味付けたスープを飲んでいきましょう。美味しいですね。ごちそうさまでした。完食しました。普通のカップヌードルと、トマトヌードルが、カップラーメン界の中で、8.5、9ぐらいの感じだとしたら、これは、でも8.2ぐらい。辛い、ちょっと辛くて刺激があるんで、
毎回これだときついというふうに感じるぐらいの、パンチと特徴があったんで、ちょっとだけ点数を減らしましたが、辛いの食べたいなーっていうような時には、私にとってはちょうどいい辛さと、ここにも書いてありますが、シビウマ刺激だったので、ちょっと辛いの食べたいっていう時に、この選択肢の一つとしていいんじゃないかなと思いました。8.2という結果でした。気になった方は、セブンイレブン、売ってっかな？なんかもう次のがね、売ってたような気が、これ買った時点で、売ってたような気がするんで、もう売ってないかもしれないですけど、この世界のシリーズとしては続きがあると思うんで、気になった方はチェックしてみてください。それでは、バイなら、お疲れ様でした。